ねえねえターボチャージャーちゃん。どうしたんだ？自然吸気ちゃん。昨今の SUV 人気やアウトドアブームの影響か、ピックアップトラックの人気が高まってるよね。そうだな。ハイラックスを街中で見かける機会が増えたし、もうすぐ三菱の新型トライトンが発売となる。今後はますます市場が盛り上がるだろう。ピックアップトラックの何が良いって、男らしくてかっこいいところだよね。めちゃくちゃ欲しいんだけど、高くて買えないんだよな。車両価格自体もそれなりに高い上に、一般的な SUV に比べると維持が大変だ。やっぱり諦めるしかないのか。じゃあ今回は特別に男らしくてかっこいい、しかも維持費も安いトラックを紹介しよう。え、そんな夢のような車があるの？まさか軽トラとか言わないよね。いや何か言ってよ。というわけで早速スーパーキャリーの特別使用車、X リミテッドについて徹底的に解説していく。やっぱり軽トラなのね。分キャス、日本の働く現場を支える軽トラックとして、高い人気を誇っているスズキキャリー。1961年から現在まで販売されているロングセラーモデルで、現行モデルにあたる11代目キャリーは2013年に登場した。ダイハツのハイゼットトラックもそうだけど、ビジネスシーンには欠かせない存在だよね。ビジネスシーンには、何を言ってるんだ自然吸気ちゃん。軽トラは確かに事業用に特化した車だが、昨今は幅広い用途で活用されているんだぞ。釣りやキャンプなど趣味を楽しむための車としても、カスタムを楽しむ車としても魅力的なのが軽トラだ。そういう世界があるのも知ってるけど、あくまで一部で大半は事業用でしょ？そや軽トラユーザー全体の中では一部だが、書店に足を運べば軽トラ専門誌が何冊もある。多くの人が普段の日常や趣味を発信するインスタグラムでは、軽トラに関連する投稿が少なくとも20万件以上あるんだ。自然吸気ちゃんが想像している以上に、軽トラで楽しんでいる人は多いはずだ。そうなのかなぁ。でもインスタグラムでの投稿が20万件以上って、何かしら理由がないと届かない数字かも。実際にそういったニーズがあるからこそ、X リミテッドが発売されたわけだしな。まずその X リミテッドっていうのが、どういう車なのかわからないんだけど。X リミテッドは昨年12月に登場した、スーパーキャリーの特別使用車だぞ。X リミテッドのキャッチコピーは自分らしくこだわる人の特別なスーパーキャリー。仕事にも遊びにも対応できる万能さと、軽トラらしからぬ個性を持った一台だ。なにこれ？本当に鈴木純正。正真正銘鈴木純正だし、ノーマルでこの見た目だ。近年スズキはレジャー用途に特化した車や、多用途に使える車の開発に力を注いでいて、最近で言えばスペーシアの動具感を強めたギアや、カスタムを商用化したベースなどが記憶に新しい。言われてみればそういう路線ではある。近年は軽トラをマルチに活用している人が多いので、そういった人にはうってつけの軽トラだと言えるな。逆に言うと軽トラ遊びに勤しむ人が多いからこそ、スズキも X リミテッドを発売したってことだね。ボディカラーは全部で4色。1モスグレーメタリック、2ブルーイッシュブラックパール3。3シルキーシルバーメタリック、4クールカーキパールメタリック。どれも軽トラの純正色としては珍しい、遊び心のあるボディカラーだと思う。ホワイトなしって思い切ったね。それにしてもこのモスグレーメタリックってやつ、大人の遊び車って感じでなかなかかっこいいですな。わかってきたみたいだな。まずは普通のスーパーキャリーと X リミテッド、外観デザインの違いをチェックしていこうと思う。こっちが普通のスーパーキャリー。そしてこっちが X リミテッドだ。あれ？普通の軽トラと全然違うって思ってたけど、こうやって比較すると意外と共通点多いね。そうだな。というかぶっちゃけ色が異なる以外は、普通のスーパーキャリーと同じだぞ。X リミテッドの特徴はヘッドライトをはじめ、一部のパーツがブラックアウトされている点だ。ヘッドライトを黒く塗装するだけで、こんなにいかつい雰囲気になるとは。普通のスーパーキャリーはメッキグリルだが、X リミテッドはブラック塗装されている。またヘッドライトも通常はマルチリフレクターハロゲン式で、プロジェクター式は上級グレードにメーカーオプションだが、X リミテッドはプロジェクター式が標準装備のため、それもあってこんなにいかつく仕上がっているのだろう。フロントバンパー形状は同じっぽいけど、フォグランプベゼルも塗装されてるのか。細かい部分がブラックになるだけで、ここまで精悍な顔つきになるんだね。サイド周りはハイルーフ化されたルーフパネルの側面と、キャラクターラインに沿ったデカールを特徴としている。
キャビン下部の黒い部分もデカールだよね。その通りだ。フェンダーやバンパーの造形を有効活用した、オーバーフェンダーを意識したデカールだな。ふーん、悪くないじゃん。X リミテッドはスーパーキャリーの最上級グレード、X をベースに開発された特別仕様車なのだが、本来 X はドアミラーがボディ同色で、アウタードアハンドルがメッキになっている。だけど X リミテッドはドアミラーもアウタードアハンドルもブラックだよ。全体のデザインのまとまりを考えて、あえてブラックに統一したのだろう。後付けのブラックと総パーツやデカールが、すべて艶消しなところが大人っぽいよな。ちなみに足元の12インチデッチンホイールは、ブラックメタリック塗装になっているぞ。ほんとだ。下手にアルミホイールとかを履かせず、デッチンのまんまにしたのは大正解だね。どうだかっこいいだろ。悔しいけど正直悪くはないね。でもあくまで軽トラとしてはの話で、欲しいとかそこまでは思ってないから。ふ。その意地もいつまでもつかな？ぐぬぬ。内装デザインはどんな感じなの？内装デザインは至って普通の軽トラという感じで、インパネ周りは何よりも使い勝手を重視している。うわぁさすがは軽トラだね。このプラスチッキーな感じと鉄板剥き出しなのが潔し。スイッチ類はインパネ中央に集約されていて、助手席前には収納スペースもあって便利だぞ。内張りがほとんどなくて鉄板剥き出しだけど、ボディカラーが豊富だから逆に良いのかもね。確かにそれはそうだ。モスグレーメタリックなどを選んでおけば、質素な車内がおしゃれに見えてくるからな。X リミテッドのベースが普通のキャリーではなく、スーパーキャリーであるところも嬉しいポイントだ。キャビンが後方に延長されてるから、リクライニングも可能なんだっけ？ああ、キャビンが後方に 460mm、前後も 120mm ほど拡大されている。運転席は最大40度のリクライニング機構と、180mm ものシートスライド量を確保した。じゃあがっつり寝るのは難しくても、車内でくつろぐことはできそうだね。ハイルーフ化によって生まれた頭上空間を最大限に活かしたオーバーヘッドシェルフや、小物を置ける助手席シートバックテーブル、広大なシートバックスペースやポケットなど、普通のキャリーとは利便性が段違いのため、スーパーキャリーがベースの恩恵は大きい。2シーターとはいえこんなに実用的なら、本当に何でも楽しめる相棒になりそう。どうかした？いや、何も。あと少しで落ちるなこれ。こんなにかっこいい X リミテッドだが、軽トラである以上は積載性も見ておきたい。スーパーキャリーはキャビンが大きいから、荷台スペースも狭くなってるんじゃない？実はそうなんだ。スーパーキャリーの荷台長は 1480mm と、普通のキャリーより 460mm 短くなっている。車内の快適性は高まってるけど、積載性が犠牲になっちゃったのか。だがそのせいで長尺物が乗せられなくなったわけではなく、スーパーキャリーはキャビン後方下部に凹みを設けている。あえて凹ませることでキャリーの 2030mm とほぼ同じ、1975mm という荷台フロア長を実現しているんだぜ。キャビン拡大で生まれたデッドスペースを、こういう形で有効活用してるってわけか。ナイスアイディアすぎる。だから積載性は確実に低下しているのだが、少量であれば長尺物だって積載できるし。雨に濡らしたくないものや盗難などが心配なものは、車内のシートバックスペースに置けるようになった。利便性に関しては間違いなく向上しており、普通のキャリーより万能な車となっている。仕事にも遊びにもフル活用できそう。公式サイトでは道具の積載例を見ることができて、例えば工務店や建設業を営む人だとこんな感じで。比較的大きなものや屋外で使うものを荷台に、盗難の恐れがある工具類は車内に置いている。そして釣りなどの趣味に活用する人の場合だと、こんな風に荷台と車内を使い分けているようだ。なるほどね。イメージしやすくて助かるよ。X リミテッドの魅力は他にもあって、なんと走りまで楽しむことができるんだ。走り？軽トラだよ。まさか普通のスーパーキャリーとは、エンジンや足回りが差別化されてる。いやそれは全然されてなくて、中身は普通の軽トラと同じだ。期待して損した。だが軽トラの走りのポテンシャルは高く、中にはスポーツ走行する人もいるんだぞ。どの界隈にも猛者がいるんだなぁ。X リミテッドが搭載するパワーユニットは、キャリーやスーパーキャリーと同じ R06A 型だ。軽商用車などはコストダウンのために、エンジン性能を抑えることがあって。例えば仙台アルトに設定されていたアルトバンは、給排気ともに VVT 機構がオミットされている。ふむふむ。
しかしキャリーシリーズは吸気側に VVT 機構を採用し、最高出力の向上や低中速域でのトルクアップを実現。そのため最高出力は50馬力最大トルク 6.0 キロと、現行の軽トラとしては最強のスペックを誇っている。へえ、それは素直にすごいね。そのエンジンを持つ X リミテッドも、スペック的には最強ということになるな。あくまで軽トラとしては、ね。そこ大事だからちゃんと強調しないと。車両重量はキャリーの730キロから790キロに比べると、840キロから850キロとなっているのでやや重ためだ。まあキャビンが大きいから多少はね。普通のスーパーキャリーはどのくらいなの？790キロから850キロとなっている。スーパーキャリーの中でも重量級なのか。軽トラは走りが良いって言ってたけど、車両重量が大きいのは欠点なんじゃ。X リミテッドはスーパーキャリーの最上級グレード、X の 4WD モデルがベースだから重たいのも当然だ。だが 4WD とは言っても FR ベースの 4WD だし、頑丈に作ってあるのでボディ剛性も高い。それらを考慮すれば十分軽量に仕上がっているし、エンジンやギア比も低速重視なので問題はないぞ。まあ今時の軽自動車って車両重量が1000キロ近いのも普通にあるからな。軽トラは2シーターだからな。鉱石など余計なものが必要ない分、内容の割には軽く済んでいるんだ。そしてトランスミッションは 5MT と 4AT、どちらでも好きな方を選んでくれ。一昔前だと軽トラは MT 一択って感じだったけど、最近は軽トラでも AT を選ぶ人が増えてるらしいね。だが私としては 5MT を推したい。ぶっちゃけ普通に使う分には AT でも問題はないが、やはり運転を楽しむなら MT はあった方が良いな。運転を楽しむって言ってもな、所詮は軽トラでしょ？エンジン性能優秀で軽量コンパクト2シーター、駆動方式は FR ベースの 4WD でボディ剛性も高い。そして MT もあって見た目もかっこいい。こんなのもはやスポーツカーだろう。確かに共通点は多いけども、スポーツする車ではないからね。X リミテッドが搭載している R06A 型は、アルトワークスと同型のエンジンでもある。もっともアルトワークスの R06A 型はいろいろ新設計だし、キャリーと違って給排気ともに VVT 機構が備わるし、それらを活かすべく専用プログラムが施された、アルトワークス独自の ECU が追加されているので、厳密にはちょっと違うが同じ R06A 型だ。確かに同型ではあるけども、それ普通は同じって言わないの。だが X リミテッドのホイールベースは 1905mm と、小回りが効くようにショートホイールベースなので、低速域でも旋回時の回答性が高く、キビキビと走ることができるんだ。まあ確かに。さらにパートタイム 4WD でデフロック付き、リアの足回りが車軸喧嘩式の3枚リーフと、ジムニーもびっくりのアクロ走破性があって、オンロードだけでなくオフロードも楽しめる。それは知らなかった。軽トラは見た目も中身もシンプルだから、自分で育てていく楽しみがあるんだよな。アフターパーツの種類は豊富だし、他社の純正パーツも流用しやすい。ああ、それはわかるかも。商用版とかいじるの楽しいもんね。スポーツ仕様でサーキットを走ってもよし、リフトアップしてアクロを走行してもよし。ただ見た目のかっこよさを追求するもよし、何もいじらずに道具として使い倒すもよし。このように軽トラの可能性は無限大だ。やれることが多いと逆に迷っちゃうこともあるけど、その点 X リミテッドはコンセプトが明確だから。軽トラデビューの人やカスタム初心者には、私も自信を持っておすすめできるかも。軽トラってことは価格も安いんでしょ？一般的には安い部類に入ると思うが、軽トラとしては高めの価格設定だな。いくらなの？ 5MT 車が151万3600円で、4AT 車が161万2600円だ。意外と高い。もちろん X リミテッドの価格設定には理由はあって、まずベースの X が約118万円から145万円となっている。4WD 車に限定すると約133万円から145万円となり、LED ヘッドランプ装着車は5万5000円高くなるんだ。じゃあベースになっているやつが、もともと軽トラとしては高めなんだね。その通りだ。X と X リミテッドの装備の違いは、1専用デカール、2専用 LED ヘッドランプ、3専用フロントガーニッシュ、4専用フォグランプベゼル、5ドアミラー、6ドアハンドル、7専用スチールホイール。X と X リミテッドの価格差は約10万円なので、今言った7つの違いにその価値を感じるかどうかだな。
これだけ受ける印象が違っていて、10万円の差なら安いんじゃない？一から自分の手でカスタムしていきたいという人は、スーパーキャリーの X を購入した方が良いが、そうじゃない人は他の軽トラとの違いを感じられる、X リミテッドを選んでも後悔はしないと思うぞ。私もそう思います。ここまで X リミテッドや軽トラの魅力について、いろいろと解説したが自然吸気ちゃんはどう思った？ピックアップトラックの代わりにはなり得ないけど、軽トラには軽トラの良さがあると知れてよかったよ。悔しいけど X リミテッドはかっこいいと思うし、この車とならいろんなことを楽しむことができそう。ハイエース版やピックアップトラックなどは、貨物車なので1年に1回車検を受ける必要がある。しかし X リミテッドは軽貨物車なので、車検を受けるのは2年に1回だけで良いんだ。さらに維持費は安くアフターパーツも安価と、車で遊ぶなら最高の選択肢の一つと言える。金銭的な負担が少ないのはありがたい。ハイラックスとか新型トライトンを購入するお金があるなら、そのお金で X リミテッドをフルチューンできそうだ。今回は半分ネタみたいな動画になってしまったが、軽トラはマジで楽しいので一度乗ってみてほしい。私も X リミテッドに乗ってみたいな。現在、X、旧 Twitter で、みんなの愛車の写真を募集しているぞ。X でシャープ分キャスモーターショーという、ハッシュタグをつけて写真を投稿してくれ。すでに多くの分キャス視聴者が、愛車の写真を投稿してくれているぞ。みんなが楽しく利用できるように、簡単なルールを設けているよ。自分の愛車の写真なら OK だけど、ナンバーは必ず隠しておいてね。もちろん見るだけでも OK。もし気に入った車があったら、いいねしてあげてほしいな。ということで、今回はこれで終わりだ。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。動画の高評価も待っているぜ。それじゃあ、またね。